皆さんは、ハードオフ遠征という言葉を知っていますか？なんだよ急に。知ってるわけないだろ殺すぞ。ハードオフ遠征とは、地元に立地するハードオフではなく、遠方のハードオフを訪れること、旅行とは違い、目的地を観光地ではなくハードオフとすることからハードオフ遠征と呼ばれる。だぞ。造語定義。よく他のジャンカーが友達と行ったりしてるやつだな。確かに。友達とかグループで行くのが普通だよな。ちなみに霊夢は誰と行くんだ？今回は、予算や日程等、様々な都合を鑑み、慎重に検討を重ねた結果、単独で行くことにします。あ。簡単に言うと、一緒に行く友達がいないってことだな。やめたれ。ということで今回は、北海道から東京方面へ、夢のハードオフ遠征をしてみたいと思います。いや、すごすぎて草。絶対めっちゃ交通費かかるだろ。ここだけ見るとニートとは思えない行動力で草。ということで、早速出発しましょう。まずは車で空港に向かいます。好きあらば車自慢。ハードオフのシーン以外はカットしていいぞ。まずは GU によります。いきなり関係ないことすんなよ。旅行行く前に服買うのって私だけですか？いや、東京で買えよ。無事空港に到着しました。何はともあれ。とりあえず飲みましょう。いや、なんでだよ。あくまで遠征ですからね。ケーキ漬けのビールとラーメンは必須です。いや、これこそ東京で食えよ、カス。手続きが終わったら、待ち時間です。私は選ばれし上級国民なので、ラウンジで優雅に過ごします。ラウンジはもちろんドリンクバーが無料ですので、まさに、勝ち組の気分を味わうことができます。年会費かっこ1万円を払ってまでいたドリンクバー無料券。これ普通に自販機でジュース買えばいいだけやん。気持ちの問題なんだよな。君たちみたいな貧困層にはわからんかもしれんが。あ、こいつ殺していい。じゃあ視聴者全員に MacBook 配れ。飛行機に乗ります。今回は普通席よりも若干良い。J クラスに乗ります。機内は結構人でいっぱいだったのですが、なぜか、私の周りだけほとんど人はいませんでした。ナチュラル AT フィールド。機内でぼっちはなかなかレベル高い。離陸します。結構景色いいな。こういう柄のお菓子あるよな。1時間くらい寝てたら、千葉あたりまで来ていました。ここをこう行くようです。謎のルートすぎて草。羽田に到着しました。降りたら、とりあえず京成に乗りホテルまで向かいます。今日はハードオフ行かないのか。今日は大移動で疲れたので、明日から本気出します。意識低くて草。明日は絶対に早起きして、関東圏の全店舗回ります。絶対に早起きしろよ。早起きなんて難しくもなんともないです。起きたら11時でした。さすが一級フラグ建築士。なんかいろいろ準備してたら14時くらいになってました。これはさっさと行かないと本当にまずいです。今のところ東京来て寝ただけの人で草。おら、さっさと全店舗回れよ。実は、ハードオフにも当たり外れがあるので、今回は視聴者さんのおすすめ店舗を中心に回ります。いや、さっきまで関東全店舗って言ってただろ。目標を大幅に下げるのは、このチャンネルだとよくあることだぞ。ということでクルーラーを借りてきました。めっちゃ久々に日産車に乗るので、ちょっと新鮮です。結局どの店舗に行くんだ。今回は神奈川川崎、横浜市川、横浜長津田、横浜翼園都市、鎌倉大船モール、藤沢、東京は羽村、立川西砂、八王子大和田、大泉学園、を回ります。計10店舗くらいか。いや、そんな回れるわけないだろ。今回は不可抗力により、制限時間が約24時間しかなくなったので、各店舗のジャンクコーナーを中心に、1店舗あたり10分程度ずつ回ります。寝坊は不可抗力ではないだろ。せっかく行くのにジャンクコーナーしか見ないのかよくさ。まあ、実際そこが一番面白いからね。仕方ないね。早速出発です。今回 ETC カードを自分の車に置いてきてしまったので、基本全部下道で走ります。なんか全体的に段取り悪すぎじゃね。まずは第一京浜を南下して川崎へ向かいます。到着しました。ここがハードオフ川崎小田栄モール店です。入り口が見えてきましたね。ここには、1000円のトルクが大量に投げ売りされていたほか、プレ2のソフトしか動かないプレ3が売っていました。なんやこれ草生える。これもうただのプレ2やんけ。ゆっくりと食事をしている暇はないので、1階の銀だこみたいなところに売っていた、焼きそばをかき込みます。次へ向かう途中、出店機付近で事故があったようで、かなり時間がかかってしまいました。2店舗目は、横浜市川店です。
早速中に入ってみると、こちらにはワープロがたくさん揃っていたほか、リユースのノーパスは全て綺麗に包装されていました。2階にジャンクコーナーがあるので行ってみます。2階は全部ジャンク品ってことなのか。フロア全体がジャンク品コーナーというわけではないようですが、かなりの品数で圧倒されました。どうでもいいけど、一体型って中古市場で虐げられがちだよな。あえて一体型を選ぶメリットが薄いからな。次は横浜長津田店に向かいます。到着しました。この店舗感すこ。ここはプリンターがかなり揃っていたほか、クソデカ PC ケースが並んでいました。何これかっこいい。ジャンク PC の品数もなかなかのものでした。この雑な置き方がいいんだよな。次は緑園都市に向かいます。横浜市って聞くと、大都会のイメージしかなかったんですが、結構緑豊かな場所もあるようです。緑豊か。いやお前新横浜駅の裏側なんかキャベツ畑。ただ、田舎かと思ったら外車ディーラーがあったり、すごい高そうな一軒家があったりするので、なかなか不思議なところです。その後、保土ヶ谷バイパスを東に進むと、横浜緑園都市店に到着します。ここには、呪われたんか、っていうくらい、ボロボロに壊された PC があったほか、昭和レトロを漂わせる商品が数多く揃っていました。お、黒電話やんけ。しれっと公衆電話売ってるの草生える。あとなぜかここの店内で、エプソンのプリンタないんですか、と声をかけられました。いやなんでだよ。なぜか店員と間違われたみたいです。飛行、GU の服、ハードオフの店員に見える。これからは絶対ユニクロで買うようにします。それほぼ変わってないやろ。ちなみにこの時点で、出発してからすでに4時間くらい経過しているので、徐々に日が落ちてきました。1店舗1時間くらいかかってて草。なんでそんなに時間がかかるんだ。結構渋滞がひどいです。完全に関東の交通量を舐めてました。これならもはやチャリの方が早く到着しそうな勢いです。北海道みたいにスイスイ進まないんだな。やっぱ原付って神だわ。実は、最初はバイク旅でもいいかなと思ったのですが、もし急に27インチの iMac が欲しくなった時、荷台に乗せられないので、泣く泣くクルーアにしました。そんなことあるか ?27 インチの iMac 荷台に乗せてるの想像してくさ。ということで鎌倉大船モールに到着しました。ここには、iMac がいくつか並んでいたほか、エイサーのヤバそうなノーパソが3000円で売られていました。こういう買ってみないと中身がわからないというものには、どうしても惹かれてしまうのがジャンカーの悲しいさがです。見えてる地雷だろこれは。未だに福袋とか買ってそう。ジャンク品も結構揃っていました。ということで、退店する頃には完全に夕方になっていました。急いで藤沢店に向かいます。到着しました。がちょっと様子がおかしいようです。え、これまさか。営業終了してて草。そうなんです。まだ20時になっていないのに閉店していました。事前に調べないからこうなるんだぞ。逃した魚は大きい。なので、仕方なく宿に向かいます。ホテルは八王子の和風でおしゃれなところにしました。お、いいな。到着しました。は。いやこれどう見ても宿じゃないだろ。明らかに誰かの実家で草。寝室はこんな感じです。いやー、和風モダンって感じですごく落ち着きますね。いや統一感ないだけだろ。やめたれ。共用スペースはこんな感じです。いやこれやっぱ誰かの実家だろ。白いカーテンみたいなのなんなん。おばあちゃん指定機。予算が厳しいので、今夜はコンビニ飯です。ちなみに、これは死ぬほど美味しいのでマジでおすすめです。食事が終わったら自室に戻り、編集の準備をします。和室にベッドなんだな。そこでふとこう思いました。今日録画したデータが消えたらどうなるんやろ。何言ってたこいつ。ということで今回は、もし旅行中にガチで大切な撮影データが消えてしまった場合、救済してくれるソフトを紹介します。え、どうしたんだよ急に。急すぎてなんか草。今回は、EBASさんの、データリカバリーウィザードプロというソフトを使います。早速インストールしてみましょう。完了するとこんな感じです。今回は、こちらのハードディスクに超重要な動画データを入れて、一旦消します。そして復元ができるかを試してみます。なんだその無駄な時間。意味不明すぎて草。まずは動画データをハードディスクに入れます。私はカメラを持っていないので、基本すべて iPhone で撮影しているのですが、この MOV とかいう拡張子も復元できるのでしょうか。MOV って iPhone 以外に使われることあるのか。クソ拡張していき。データが入ったら、このハードディスクをフォーマットします。
大丈夫って分かっててもハラハラするよな。言うほど旅先でハードディスクフォーマットするか。霊夢ならやりかねんぞ。否定できなくて草。その後、復元したいハードディスクを選択すると、自動的にスキャンが始まります。しばらく待つと復元が完了しました。今回は動画のみですが、ファイルの種類ごとに選択することも可能です。ビデオを選択し、ライセンスを購入してください。は、なんでだよ。お前が全額負担しろ。次に、復元したデータの保存先を選択します。復元は秒で完了します。ファイル名は変わってしまいましたが、データの復元は完了しました。名前失ってて草。贅沢な名前だね。今日からお前の名前はなしだ。実際にちゃんと見れるかを確認します。もう一個見てみましょう。ちゃんと見れるみたいですね。ほん、ええやん。ひろゆき以外の動画復元するの違和感あって草。ということで、いかがでしたでしょうか。拡張子を問わず、どのようなファイルでも復元できるため、非常に安心して使うことができると感じました。外付けデバイスのデータ復元のみならず、ゴミ箱の復元や、システムクラッシュからの復元など、様々なトラブルシーンで活躍できるため、とても頼りになると感じました。模範的なコメントありがとうございます。次回、ハードオフ巡り2日目東京編、トラブルだらけで無事死亡。乞うご期待。こいついつもトラブル抱えてるな。東京はとても怖いところでした。你在无中生有，暗度人仓，凭空想象，凭空捏造，无言无语，无可救药，逝者安息，一路走好，傻子巴拉。